車をね、いじっちゃったらそりゃ走りに行きたくなっちゃうでしょう。というわけでね、今日はちょっとまあ用事も兼ねて房総半島にね、暴走しにやってきました。はい、おはようございます、水産さんで。今日はね、久しぶりにドライブ行ってこようと思いますね。連休なんですけど暇ですガレージ。だいぶね、Z4 君いろいろ整備したんでね、すごいマジでパイプ変えただけで何が変わるんだって話もあるかもしれないですけど、めちゃ調子いい感じがします。というわけで今日は房総半島を目指して走ります。ガゼガレージ。今東亜西方面にね、分岐するところを越えたところです。今日はまだ夏ではないんでね、やっぱ空いてますね。制限速度ね、プラスアルファだからなんか映しづらいけど、一応ね、周りの流れに沿って走ってます。はい、それからエリジから入れて、高速道路の走り具合ちょっとシビアになりました。ハンドルのね、遊びが減っちゃった感じなんで、ちょっと気抜いてるとあれって横っちょいっちゃってますね。やっぱ変わってたんですね、その分ね。あとね、段差乗り越えた時のやはりね、またバタバタ出ちゃうんですけど、バタンってやつが凄まじく収まりがいいです。いやこれはね、大きい。あのバラバラっとした感じがないのがね、走っててめちゃ気持ちいいです。肘から入れてアライメントが狂ったんじゃないですかっていう質問がありましたけど、狂いません。なぜかというと、国産車ってね、メンバーがいくつかのパーツで組まれてるんで、一回組んで組み直すとしゃげるわけですよ。ところが BMW はアルミの一個のシャキンとしたね、メンバーで全部、そこに足回りくっついてますんで、歪むことがないというわけで全然狂いませんでした。俺も最初はね、つけた後おかしくなるのかなとか思ったんですけど、分度器と方位磁石でね、測ってみたら、あれ変わってねえじゃん。その方法はね、後日アップしたいと思いますけど、何それっていうね、驚き。あとはメンバーの位置がね、ほんのこんなにずれるわけないんで、ずれてもほんの微妙なもんなんで、ほぼ誤差なしで終わってますということです。高速道路降りたんで、天気もクソいいことだし、オープンにしましょう。 GoPro もセットしまして、オープンです。スタートです。いや、しかしなんかみんな Z4 君優しいな、避けてくれるっていうか開けてくれる。サンデードライバーにとってはこの車は怖いのかなはい、というわけで房総半島にやってまいりました。本来でしたらね、この時期まだまだ寒いはずなんですけど、もう太陽がね、当たるだけで十分に暖かいというね、2月とは思えないこの状況。というか本当はですね、日が昇る前にある場所に行って、撮影したかったんですけど、全然夜ね、仕事が終わらなくて、で仕事もね、ドライバーの仕事が全くないので、アルバイトで動画の編集をやっておりました。そうしたらですよ、これがね、思っていた以上に大変でね、だからって絶対手は抜きたくないんで、気合でね、なんとか頑張っちゃったんですが、おかげで寝不足なので、もうしょうがないんで諦めてのんびり出てきましたと。いやー、このね、日の出に行きたかった場所っていうのがね、濃溝の滝という名前だと思ったら、今ね、実はちょっと通り過ぎてるっぽかったんで、あらら
おかしいぞってわけで U ターンするわけなんですけど、これがですね違う名前だったんですね。はい、というわけで目的地第1番目やってまいりました。だいぶね有名になっちゃったんですけど、もともとはねインスタグラムで、バズってたのを俺がフェイスブック載っけたらさらにバズって、もう今や誰でも知る、はい、脳みその先亀岩の洞窟って名前になっちゃったの。前はね脳みその先だったんですけど、なんか名前が変わってますね。亀岩の洞窟なぜだ。はい、場所としてはねとってもね、なんつったらな、いやとってもこう静かでね雰囲気のある場所にあります。はい、今度もひたすら、まだ時間的にあれかな、太陽差し込んでこないかな。前はそんなロープもなかったっていうか、そんな階段まで作られてしまったっていう、すげえな、観光名所だし。奥の方がいい景色が撮れるっていう、見えてるのかな。あ、見えてるな。夏とかのね、シーズン中に来ると人だらけなんですけど、今はやはり閑散期というかシーズンじゃないしね、周りがこう緑がねあったりとか、あと紅葉がねあると結構美しいです。で、有名になったのはね、朝日が斜めにこう差し込んでね、まるでジブリの世界と言われたね、ところが受けたんで。ちなみにこの洞窟は自然じゃなくて人の手によって掘られたものです。はい、ちょっとここでコマーシャルステイチューン。今さら知ったけど、この大溝の滝は向こうのこっちの滝だったんですね。いや、最初にねバズった時の情報が間違ってたんで必死で訂正しようと看板いっぱい出てますね。こっちの滝が亀岩の滝だったんですね。こうやってですね光が入ると幻想的で、これがジブリの世界ということでね有名になって、あんまり今日は人がいません。はい、というわけで第1番目、滝フェチなんでね滝ばっかり行ってるんですけど、ここも気分のいいところなんで、ぜひとも歩いてみていただければと思います。はい、というわけでかっこいい Z4 くんにまた乗りまして元来た道を戻っていきます。というかね、効率をほとんど考えないで、この門前の滝ね混んでる時間に行きたくなかったんで、まあ早い時間に行きたかったというわけで、亀山湖ですね、こちらの方を戻って渡っていきます。とこれなんだろう、なんかこんなドライブにあったのかな。はい、そして亀山湖なんですが、知る人ぞ知るバス釣りで有名なとこですね。でなぜかねこの赤い橋がいつもいっぱいかかってる、いつもって変だけどいっぱいかかっててね妙に印象的なんですけど、はい、バスボート見えますね。はい、まあねバス釣り以外ではあえて来るほどの景観でもないって言っちゃあなんなんだけど、まあこのダムのね、ダムも好きなんですけどこのダムいまいち迫力ないと。でこれがねちょっと古びた赤い橋、大型車禁止ね、こんなルートもあったりします。そしてですね、今向かってる先が川又の滝っていうね、まあ大きいんだけどなだらかなちょっと変わった滝があります。ここの滝はねそこそこ有名で、やはりシーズンになるとね人がいっぱい押し寄せるんですが、まあ、こっち側のねこの行く裏の道ちょっと狭いところもあったりするんでね気をつけてくださいと。
でこちらの上の方の駐車場は無料なので、止めて下に歩いてまいりますと、うん、ねえ、本当はこんなツーリングの季節じゃないのにね。養老渓谷やってきました。何があって、こんな滝っつったら決まってんじゃない。非常に見えます滝ですね。ちゅうか熱い、マジ熱い。本当だったらパウダーでうわーとか言ってるはずなのに、何このホクホク感。まあもともと南房総あったかいっちゃあったかいんですけどね。あー、梅が咲いてる。なんか色薄い梅だなと思ってよく見たら桜じゃん。もう桜が咲くシーズンになっちゃったの。なんかというわけで、泡又の、本当にいいんだよな、泡又の滝だよな、入り口やってきました。いや、入り口が、綺麗になってるじゃん。反対かな、どう考えてもこれ。昔はね、ボロい小屋が建ってる入り口っていうか門から入って崩れかけたね、ところを歩いてたんですけど、いつの間にか綺麗な遊歩道ができてましたね。はい、そしてこれが本日の目的、泡又の滝でございますよ。大きな岩をね、流れ落ちる姿がとっても素敵。というわけでドローンで見てみちゃいましょう。さて、このね、ドローンの映像いかがだったでしょうか。このね、滝の周りってことは谷間なんですね。谷間を飛ばすのはすっごい怖いんですよ。どこにね、木が出っ張ってたりしてね、引っかかって落ちちゃうかわかんないんで、落ちんならまだいいんだけど、引っかかって取れなくなることありえますからね。ロストすること考えると非常にリスキーなんですが、それでもね、この滝の映像は美しいんで、つい撮っちゃうんですね。はい、ガゼガレージ。この場所はね、知る人ぞ知るになってるのかな。結構ね、この川の上の方からね、覗けるスポットということで、なかなかおすすめなので、よかったら来てみてください。はい、ちょっとここでコマーシャルでいっちゃう。この岩とき盆栽みたいだな。いい生えっぷりだねこれね。ガゼガレージ、マジアキッス。では行きましょう。次は海です。さあ、ここでね、山を後にして海を目指しましょう。というかね、この房総の山奥の道はね、狭くてね、ブラインドコーナー多いんで気持ちいいんですよ。っていうかね、気分はね、ラリージャパンのつもりでね、買っ飛びたいんだけど、ちょっとね、前に車がいたりするんで、インターバル置いてみることにしたら、今度はバイクの軍団がやってきたんで、面白そうなんでね、追っかけてみちゃうことにしました。
と思ったらね、バイクのお兄ちゃんたち休憩になっちゃったんで、前が開いてしまいましたというか、開いちゃうとね、つい行ってみたくなっちゃうんで、ちょっと遊んでますが、やはりね、いつ対向車来るかわからないので、まあ、必ずね、止まれるスピードを維持して、まあ、直線はちんたらと、コーナーだけ楽しむっていう感じで遊んでおります。しかしね、割とこのラフな路面の中でね、Z4 の足、なかなかいい仕事してくれてるわけですよ。で、グリップもいいしね、ブラインドコーナーブレーキ残して、クククッと入っていくと本当にノーズが入り込んでくれてね、へーって、あんな先にあるね、ノーズが仕事してくれるのがすごく気持ちいい。なあ、乗ってて本当に楽しい車だっていうのをね、実感しております。それと、やはりあれですかね、あれとか言ってるとジジイだけど、50対50の重量配分、これが効いてるんでしょうか。とにかくね、軸がちゃんとセンターにある感じがしてね、すごくコントロールしやすいんですね。荷重の移動とかもね、ストロークそんなないはずなんだけど、ちゃんとしてくれてて、まあ、ギャップもそんなに跳ねるわけでない。まあまあ、なんてよくできた足なんでしょうっていうことをね、一人でこう感心しながら、ああ、ここ思いっきり踏んじゃいたいっていうのを我慢しながら、コーナーに入っていくわけですけど、ねえ、こういう時もね、結構この、なんつったらいいんだろう。ほとんど打の修正してないの分かります？はい。なんてね、楽しんでたら裏道もありまして、表の道にやってきましたと。はい、こっからはもうちょっとで、いつの間にか海の博物館とかできてる。でも、一般200円って安いの。はい、こちらが、海中水族館の入り口でしょうかね。いや、ここに来たこと自体がね、何十年ぶり？ 10 年どころじゃないよね、20年は経ってないぐらいかな。すごい久しぶりですね。雰囲気めちゃくちゃ変わってるんですけど、まあ、閑散期とかいい天気もね、一体どうしちゃったんだろうってぐらいね、スーパーいい天気です。はい、これが海中水族館ですね。早速祈りを唱えてきました。まあこれは個人的な話なんでわかんないと思いますけど、まあとりあえずこっからはちょっと行ってみたいとかあるんですね。はい、というわけで勝浦を後にしてまた元来た道を戻ってきます。はい、ここはね、日蓮聖人生誕の地と言われるね、鯛の浦、ここもまあ寄ってみたかったんだけど時間的に無理なんでね、ちょっと別のところに行きたいと。バイクの人たちも気持ちよさそう。ちなみにね、鯛の浦の観光船で船乗って、場所に行って餌を撒くと鯛が人からうようようよと湧いてくるっていうね、結構面白いんでね、ぜひとも行ってみてくださいと言ってる間に、おいらは山の中にまた戻ってまいりました。この道がね、結構気持ちいい道でね、走るのがね、楽しいとこなんですよ。ちょっとね、一部まだ工事してますけど、なかなかコーナリングが楽しいと。ほんとね、房総半島は走ることが好きな人にとってはね、パラダイスのようなとこですね。ただ夏になるとね、あの裏の道いっぱい変な車入ってきてね、交互通行できないとこ、狭いとこ譲り合わないでね、お互いが引っかかっちゃってひどいことになるっていうのよくあるんで、夏はあまり行かない方がいいかな。やはりこのオフシーズンの今だからこそ楽しいっていうのはね、正直ありますね。さあ、そしてぐんぐんと高度を上げて、だんだんと山の奥地に入ってまいります。そしてね、気持ちよさそうなバイクたちが相変わらずツーリングしてますね。みんなやはりこの陽気に誘われて出てきちゃったんでしょうと。さあ、そしてね、こっから先は行ったことないんでね、どうなってるかよくわかんないんですけど、いやー、これ行けんのかな、大丈夫かなっていうところでね、ドキドキしながらね、はい、しっかりカメラ回すの忘れます。どうやら来ちゃいけないところにやってきました。こんな道走ってこねえだろこの車で、はあ、とりあえず不動明様がいるという、ね、お参りするのかね。よもぎ
ませんなんか妙にここ綺麗、はい、すげえとこ来たな。はい、ちょっとここでコマーシャルでいっちゃう。ここはちょっと K なら来てもいいけど Z4 で来るとこじゃねえや。ダゼガレージ、はい、上の方から行ったらなんか見えました。秘境中の秘境だね。お、はい、見えてきました。神秘的な場所にあって、なんだろう、不思議な、不思議って誰でも使うけどねえ、静寂が似合うところですね。いやー、こんなとこがあったんですね。はい、なんか海はちょっと一瞬曇ってたけど、またこっち天気回復してます。さあ、お腹が空きましたね。ご飯食べて。ダゼガレージ、やはりね、南房総といえども観光地、海沿いにあるね、レストランってまあ高いだけで、そんな程度のとこが多い中ね、実は地元の人に愛されるとっても海鮮丼がうまいお店、来てみたらやってねえじゃんってか終わってんじゃん。よくチェックしたら本日はネタ切れで終了と。あ、やべえ、こうネタ切れたら終わっちゃうんじゃん。すっかりそんなこと忘れてて、しょうがないんでね、海沿い側にある店を探して行ってみることにしました。ちゅうかね、お腹空いてんで、もうとにかく買っとんでね、駆けつけるかのようにやっていったわけですよ。さあ、で、海沿いの方でね、まあ、港にあるまあまあ評判が良さそうなとこ行ってみたわけでございますが、果たしてどうなんでしょうか。もうだいぶ日も傾いてますね。さあ、ここね、なんか市場じゃないけど魚屋さんと併設されてる、よくあるパトゥーンって言えばパトゥーンなんですけど、入ってねすぐに目についたのがタチウオなんですよ。あー、なんかタチウオうまそうだなーっていうわけでね、頭の中がもうタチウオでいっぱいになっちゃったんで、タチウオのなんていうの、アナゴじゃないけどね、煮付けっていうの定食食べました。
まあまあこんなもんか。2000円も出してご飯も少なかったな。というわけであえて紹介もしません。やはりこういうとこは俺的にはなわけですよ。ダゼガレージ、とりあえずもうお昼とも夕ご飯とも言えない何ちゅう時間だっていう毎度のパターンだけど、まあ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 こんなもんでしょってことで、のんびり、どうせね混んでると思うんで、のんびり房総半島かね、房総半島一周して帰ろうと思います。今回もね、やっぱ無計画すぎてね、予定のご飯が食べれないというね、最悪の時代に陥りました。まあ、それはそれでね、新しいとこ試して、それもダメだったんだから、ダメか？まあいい、そんなことはどうでもいいんですよ。ねえ、こうやってね、いろいろ走り回ることができた。もうこれだけで十分じゃないかな。そうしてね、あったかい南房総、やはり楽しいですね。ほんと今日ね、多くの人がツーリングにね、自転車だの、バイクだの、車だのね、やってきてたんで、その中にね、俺も混じって、お会いしちゃった人もなんかいたらしくてね、すれ違ったらしいですけど、ほんとね、すごくいい一日でした。こんな楽しい旅をね、またやれたらなーと思ってますんでね、ぜひともよろしければ、チャンネル登録しといてみてください。またどっか行くかもしれませんよ。それにしてもね、他 の、まあ、YouTube の、ね、チャンネルの中でもう、ね、元ブログって結構あるんですけど、車で旅してるね、チャンネルってほとんどないのかな。キャンプ行くとかはねあるんですけどね、こういうなんていうのツーリングチャンネルってね、貴重な一つなのかな。どうなんだろう、皆さん面白いですか、それとも全然こんなのよりお前整備やってろよっていう感じですかね。もしよかったらご意見ありましたらコメント欄にね、書いていただけると私も参考になりますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。まあね、何やっていいかね分かんないんだけど、勝手に気ままにやってるだけですからね。これでいいのかな、いいんだろうな、どうなんだろう。というわけでね、南房総を回ってきました。まあそんなにねいっぱい回れないでね、同じとこ何回も走ったり、亀山湖のとこ何回も走っちゃったんで、無駄にしか走ってないというね、計画が立ってないと。でも、まあ BMW のあの辺気持ちがいいので、 BMW のね、まあ、走りを改めて体感できたっていうか、本当楽しいよこの車、やばいよやばいよマジで。ちょっと今回美味しいもんにはありつけませんでしたけど、でもその分ね、BMW の美味しさを堪能したっていうことでいいんじゃないでしょうか。というわけでね、今回もご視聴ありがとうございました。次回はまた整備に戻るかなと思いますけど、よろしくお願いいたします。それではバイナラ。